キャプテンシステムのロゴキャプテンシステムは1970年代後期から将来に向けて計画され日本電信電話公社 NTT、NTT 分割後は NTT コミュニケーションズが電気通信駅務として提供していたビデオテックスサービス。当初は将来性を期待されていたもののインターネットの普及に伴い縮小を余儀なくされ2002年にサービス終了。 なお、サービス的には類似したフランスのビデオテックスサービスであるミニテルも2012年に終了している。ロゴは P の部分が、I が都市 CA、TA、N と読めるようにデザインされていた。電電公社は第5次5カ年計画により一般加入電話の石体解消と全国自動即時化という二大目標達成後、 1978年から始まる第6次5カ年計画で今後高度化多様化が予想された画像通信デジタル通信ネットワーク等に関する高度情報化に向けた取り組みを始めたこの一連の取り組みによるシステムはニューメディアという言葉で紹介された武蔵野市に武蔵野電気通信研究所が設置されていたこともあり1984年には 武蔵野、三鷹地区で INS モデルシステムの実験が開始された。衛星放送、高速デジタル伝送サービスといった高度伝送サービス、ファクシミリ通信網や VRS などの画像システムが実用化された。キャプテンシステムもこれら一連のニューメディアサービスの一つとして1984年に当時の電電公社が 大都市圏を中心にサービスを開始した。当時は日本国外でもニューメディアサービスの開発が盛んに行われており、ビデオテックスについては北米地域ではナプルプス、フランスではミニテルが実用化されていた。なおキャプテンシステムはナプルプスの使用を参考にして作られている。画像情報の一例テレビをモニターとしたテレビアダプター型端末を アナログ電話回線を利用して情報センターに接続することでセンターに蓄積された文字、画像情報の提供を行った。接続時にセンター番号を入力することによりセンター番号で指定された情報センターに接続していた。日本電信電話公社が用意した情報センターはセンター番号36100でキャプテン情報センターという まずビデオテックス接続の特番である166をダイヤルし、プププという発信音を確認して、センター番号を入力すると、情報センターに接続される。情報センター接続後に表示されるページ間の移動は、画面上に表示されている数字と、を入力、もしくはと数桁の数字を入力し移動する仕様になっていた。各地に、 第三セクターの情報提供会社が設立され、強度情報、生活情報の提供を行った。自治体、日本国有鉄道などの公共機関や、近畿日本鉄道のテレメートなどの企業も、情報提供ページを設置していた。情報提供内容としては、ネットショッピングや座席予約、BBS や、オホーツクに醤油 ポートピア連続殺人事件等のゲーム仕入といったサービスも提供されていた。これらの情報提供者をインフォメーションプロバイダーと呼んでいた。画面の解像度は横248ドット縦204ドットで上部の12ドットはヘッダ情報の表示領域で固定となる。本文表示領域は標準文字であれば15文字8行。 小型文字は21文字16行が表示可能。グラフィックは44ドット単位で16色中の2色が指定可能。キャプテンシステムの利用は一般電話回線を利用したため個人の自宅の電話回線からビデオテックス通信網にアクセスすることも可能だった。サービスを利用するためには専用端末機器の購入が必要である。通信料は時間課金による。 重量制で、距離区分はなく、全国均一で3分30円、夜間、土、日宿日は5分30円だった。なお、この約款は2008年4月1日に廃止されている。また、情報発信を行う場合は、下記の形式があった。キャプテン情報センターにスペースを借りる自身でセンターを、用意し、キャプテン情報センターに接続する自身でセンターを、 用意し、ビデオテックス通信網に接続するサービスの普及や、建物の構内案内などを目的として、人が集まる屋内に公衆端末が設置され、その端末を利用することもできた。いずれの場合も、キャプテンシンタックスに従った画面データを作成するための端末、情報入力端末、または、 編集型簡易入力端末が必要で、サービスの提供を行うための機器に要する費用が必要なため企業中心で、主にコスト面から個人で、情報提供ページを設けることが困難であり、草の根的な情報発信はほとんど行われなかった。しかしそんな状況の中でも、個人が情報発信、情報提供を試みた事例はある。小説家。 パズル作家の宮城隆が第1号として6年間、カンナオトが第2号として2年間ほど独自のページを運営していた。また普段は BBS を通じてコミュニケーションを取る仲間を作り、時に回線を通じないで直接に顔を合わせるオフラインミーティングなど、現在のオフ会につながる活動をしていたユーザーも少ないながら存在した。なお、 キャプテン情報センターのため、キャプテンサービス株式会社が設立された。この会社は、画面データの作成請負いもその業務とし、情報入力端末を持たず画面作成をこの会社に依頼することも多かった。また、画面作成代行を業務として受け負う、インフォメーションサービスプロバイダーも多かった。なお、キャプテンサービスは1995年9月に、 NTT ビジュアル通信株式会社に社名変更し2010年12月31日で営業活動を終了した。利用者は NTT の電話料金の他に3分30円の通信料金と有料情報サービスの場合は情報料を支払う必要があり長時間続けるとかなり値が張っていた。なお、公衆端末では原則的に無料である。 また、接続量の他に、情報センター利用に際し、情報量を必要とするサイトもあった。情報量の有無とその料金は、情報提供者が、情報ごとに設定した。NTT は、情報量代行徴収するサービスを、情報提供者に提供しており、通信料の徴収時に、情報量を一緒に徴収し、情報提供者に徴収した、情報量を収めた。 また、サービス時間は24時間ではなく、キャプテン情報センターで提供していた、オーダーエントリーサービスや、情報量大行聴集サービスのデータや、キャプテン情報センターに蓄積されている情報のバックアップのため、深夜1時早朝6時の間は、サービス休止された。キャプテンシステムは、その後のパソコンの急速な普及とそれに伴う、処理速度や、伝送速度の向上、 および文字と画像を扱うサービスの利用が可能なインターネットの普及によりその役割を得たと判断され2002年にサービスを終了した。しかしキャプテンシステムは現在のパソコンや携帯電話などのインターネットの発展に大きな影響力を持つ基礎を固めたシステムと言っても良い。オーダーエントリーサービスは現在のインターネットショップとほぼ同じことが可能である。 情報量代行徴収は、携帯電話の情報量を、携帯事業者が、サービス提供者になり代わり徴収するサービスと同じ、発送である。郵便貯金もキャプテンシステムを利用した、振込サービスを行っていたとともに、郵便貯金と、情報提供者間での契約をすることにより、オーダーエントリーで購入した商品を郵貯口座から、引き落とすことができた。また、 個人モニターに端末を貸し出した東京都三鷹市や公共端末を鉄道駅や私立施設などの市内公共施設に配置した多摩市、神奈川県厚木市、川崎市などのように一応の成果が見られた事例もあった。厚木市の場合、ニューメディア事業の一環として第三セクターの運営会社を立ち上げていた。もし個人での情報提供が容易に可能な環境が、 用意されていれば、当時、コード情報通信社会と呼ばれていた21世紀初頭現在のような状況が20年以上早く実現していたとされる。システム構成 PT は電話回線を利用し、通信処理関門交換機を経由し、ビデオテックス通信網を接続する。また、PT は166センタ番号を入力する。 ことで接続する、情報センターを指定する。加入交換機と中継交換機は、166を最初に受信することで、ビデオテックス通信網への接続要求であると、識別し通信処理関門交換機に、センター番号を創出する。ビデオテックス通信網の接続に電話回線を、利用時により、加入者端末とビデオテックス利用契約をするだけで、 キャプテンシステムを利用できる。通信処理関門交換器は、複数の地域の中継交換器からの接続要求を処理する。また、通信処理関門交換器は、ファクシミリ通信網と共用されており、166で始まる番号は、ビデオテックス通信網に003501、003502で始まる番号は、ファクシミリ通信網に接続する。 ビデオテックス通信網は東京2カ所、大阪1カ所に設置された。ビデオテックス通信網はビクト VCX、VCV、VGW VC 等複数の装置から構成されている。これら複数の装置は FSN という装置を用い二重化されたループ型光ファイバに接続される。これは LAN のリング型トポロジーを先んじて取り入れている。 複数存在するビデオテックス通信網同士は中継回線で接続されておりビデオテックス通信網 VCX にて交換処理されるため加入者端末やインフォメーションセンターダイレクトインフォメーションセンターがどのビデオテックス通信網に接続されているか意識する必要はないビデオテックス通信網が複数存在する理由は加入者像の際に ビデオテックス通信網を追加設置し、既存ビデオテックス通信網間加える方式とすることで将来の設備拡張の容易性を確保するためである。キャプテン情報センターは NTT が用意した情報センターであり、画像情報を蓄積するためのディスクスペースを貸し出していた。センター番号は36100。また、ビデオテックス通信網にて、 情報提供している情報センター案内も行っていた。キャプテン情報センターのディスクスペースを利用する情報提供者は情報入力端末を設置し回線を経由しキャプテン情報センターに転送する。ダイレクトインフォメーションセンターは自らコンピュータ装置を用意しビデオテックス通信網サービスのインターフェースに記載されているプロトコルに従いゲートウェイを介して ビデオテックス通信網に接続し情報提供を行う。センターごとにセンター番号を割り振られている。インフォメーションセンターも自らコンピュータ装置を用意するがゲートウェイではなくキャプテン情報センターに接続する。キャプテンシステムサービスのインターフェースに記載されているプロトコルに従い情報を提供を行う。キャプテン情報センターと連携することで 情報提供のためのインフォメーションセンター側の処理が軽減される。また、キャプテン情報センターが提供するオーダーエントリーサービス、資金決済サービスを簡易に利用できた。情報入力端末はキャプテンシステムで使用する画像データを作成する装置。編集型入力端末は情報入力端末の簡易版である。 情報センターとして機能するコンピュータ上に、ビデオテックス通信網をエミュレートするソフトウェアを実装し、集合ファックスモデム装置をコンピュータに接続するハードウェア構成にて、ビデオテックス通信網を介さず、一般加入者電話網のみを利用し、情報センターに接続する方式のセンターも存在した。このような、情報センター方式を、ローカルキャプテンシステムと呼ぶ。 加入者端末からの接続は代表電話番号を端末に入力しセンター接続を行った。またこの方式による情報センターは単にローカルキャプテンあるいはプライベートキャプテンと呼ばれることもあった。情報センターが所在する場所によりローカルキャプテンという用語も使われていた。キャプテンリサーチは NTT ビジュアル通信株式会社が キャプテンシステムを利用して実施していた市場調査サービスである。市場調査を行いたい顧客企業から同社が調査委託を受けて実施するもので新聞広告や電話営業などで調査対象者を募集しキャプテンシステムを利用していない人には機器を無償で提供した。キャプテンリサーチのセンター番号は36,166で接続料金は無料。 1991年4月に開始され、キャプテンシステムのサービスが終了するまで運用された。キャプテンシステムのサービス終了後は、同社のインターネット調査サービスである、ダイナミックリサーチに受け継がれた。ありがとうございます。